どうも、トモヤンテレチャンネルトモヤンです。 MJ です。はい、今回は MJ とシングルスに来ております。はい、で会場はじゃじゃん、江坂テニスセンター。まあ、有名ですね。関西では有名ですよね。はい、もう江坂テニスセンターかウツボか、うん、みたいな感じで言われてる。そうですね。もうコート面数もこの外だけ見てもね、22番とか書いてあるぐらいなんで、めちゃめちゃ多いですよ。はい、かなり面数がアウトドアとインドアとございますので、はい、まあ、どっちで使っていくのかちょっとわからないです。はい、ちょっと苦手なシングルス。そうです ね。僕たちやっぱダブルス練習多いんで、はい、これからちょっとシングルスをいろいろ仕上げていこうかなと思ってエントリーしてみましたので、まあ、全力尽くして決勝で MJ と当たれるように頑張っていこうかなと。そうですね、思います。はい、まあ、ドローとかもちょっと分かんないんで、はい、ちゃんとこう決勝で当たるのかも分かんないですけど、うん、当たればいいなと思います。はい、まあ、そこまで頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、じゃあお願いします。はい、始めていくんですが、はい、僕の動画から始まってますね。はい、今回ね、シングルス2人で出たということで、はい、なんですが、MJ ちょっとね、自分で説明しなさい。そうですね、今のミスをまあ見てもらったら分かるんですけど、はい、ちょっと様子がおかしいんですね。ですよね。それちょっとね、証拠の映像あるんで、はい、こちらです。はい、見てもらった通り、何ですか。すみません、ドジをしましたね。はい、どの時にあんなことになる。あのね、1回戦で、はい、相手の人のボールを取ろうとしたんですよ。ネットにかかってるボールを、そうですね、相手側のコートをちょんちょんって取ろうとしたら、はい、ちょうどこのネットの下の部分の紐がドローンってこう出てたわけですよ。はい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 、でそれに戻る時に引っかかって、うん、右手を強打してしまったっていう、うん、何歳なの。そこからね、本当痛くてほんまに痛くて、でちょっとあれ力入れへんなと思ってね、なんかバシンって打ったりとか、こうなんて言うんですかね、チャンスボールとかがほんまに入らなくなってしまって、手にぎ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 してたもんなあ、これはやばいわと思って、あ、ちょっとこれはどうしようもできへんなと思って、うん、まあ、とりあえずラリーは一応頑張ろうって思ったんですけど、うん、まあ、一応足怪我してるわけでもないし、うん、まあ、危険はしないでおいて、まあ、とりあえずラリー頑張ろうと思ったんですけど、うん、まあ、要所でめちゃくちゃミスしてしまって、うん、ダメでしたね。なる。いや、あんなこけ方あります、皆さん僕も人生で初めてですねえ、なんというかもうなんか小学生の夏休みちょっとはしゃぎすぎてこけちゃいましたみたいな。まあまあ、でも怪我はね、突然来ますからまあまあ確かにそうやね、はいはい、まあ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 、MJ よく怪我するよ。あ、そうっすか。うん、あ、でも昔ね、昔手首一回怪我してましたけど、ね、左手首骨折してましたもんね、はい、だいぶ昔っすよ。あれもテニスコートで手ついて、あ、そうです、ね、骨折しましたから。今回はラケットの上にバーンって手をついたんで、あ、なるほど。まあ今はもう治ってるんで、うん、骨折ではなかった、まあ、打撲っすね。なるほどね。骨折ではなかったんですけど、なるほど。そう、まあまあ地面にバーンってついてたら結構危なかったかもしれないですけど。なるほど。そうなんですよ。だからちょっとね、今回はまあ不甲斐ないというか、もうなんかそれ以前の問題でしたので、はい、ちょっと別にね、シングルとか出てちょっとまあまあ練習もして、うん、リベンジしてもらえたよね。借りを返したいな、借り、何の借りか分かんないですけどはい、と思うので、ね、はい、今回はちょっとすいません、はい、っていう感じですってことなんで、はい、今回の試合は、まあ、映像は僕メインになってしまいますので、そうですね、はい、はい、まあ、今回の試合 MJ 一応頑張ったんですね、まあまあまあ、まあ、結果はちょっとね、はい、散々なこれでポイントを取られて終わりますけど、はい、0-6 ということで、はい、また頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、はい、ということで、はい、僕のシングルス1ラウンドということで、はい、1回戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。もう残るは僕しかいませんから、はい、頑張っていこうと思います、はいはい、お相手の子高校生でした。はい、はい、あ、まずルールがね、江坂のこのシングルスの、はいはいはい、ワンセットマッチの、まあ、ノーアドバンテージで戦っていく、はい、まあまあよくある草刀の形式ですかね。そうやね、はい、デュースはなしということでやっていきます、はい、そうです、はい、まあなんとスイングが速いことお相手の方
高校2年生で、はいはいはい、でまあ同じ僕京都の子で、はい、でまあ、どあの名前も書いてあって、うん、あの京都も結構買ってるっていうか、はい、大丈夫かなってちょっと思いながらいやなんせシングルスの試合こういうこ、まあ、公式戦じゃないけど、はい、自分でエントリーをして出るっていうのがまあ久しぶりなことで、そうですね、確かにね、間違いもう MJ と撮影で出たとかそれですね、とかですから、はい、まあ、この撮影ですけど、まあ、そう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 でも外でシングルスをするって、まあ、僕も何ですか、遠征行った時以来ですね、はいはいはい、まあ、1人でも行ってますもんね。あれはインドアじゃないですか。あ、そう、インドアとはちょっと別物じゃないですか、うん、なんならハードコートは多分初めてですからね。ああ、そうやね、うん、あ、そうですね、1人で行ってましたもんね、愛知県、そうそう、それはあれですね、うん、インドアですね。そうですね、そう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 、いやー、まあシングルス最初僕前回同行とかより緊張しましたね、はい、それはまあまあまあそうですよね、うん、やっぱり試合になるとね、いつものあのボールを掴んでる感覚がね、はい、やっぱ最初の方掴めなかったんですよね。あれはですね、こう映像で見ると、はい、まあ思ったよりはできてたかなと出だし実際の自分の感覚と映像で見るのちょっとちゃうってありますよね、うん、そうですね、ダブルスでもありますもんね、うん、またねスピンで打点が高いんですよこの子。ああ、グリグリ系なんですね、跳ねてくる系で、はいはいはい、こっちちょっとラリーをいっぱいしたいのに、はい、跳ねる下から出てしまうアウトスルーとかで抑えすぎてネットしてしまうとか、うん、結構ミス連発してしまっていきなりブレイクされたんですよ、はい、なんでこれ今2ゲーム目、はいはいはい、調子が出てないんで、こうやって前にもチャレンジしたんですよ、うん、下から出す系なんで前出たらこう浮いてくるかなっていうところが、確かに、でまあ、戦術としてはあまりなんかこう前に出るっていうのはできてたんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、でも高校生とかってこうめちゃくちゃ前に出てくるってあんま慣れてないと思いますし、いいかもしれないですね。あ、そうですね、うん、作戦的にやっぱりストロークでラリーすることがやっぱ多いじゃないですか高校生、うん、サーブ&ボレーとか、うん、すぐ前に来る選手って結構今じゃ珍しいじゃないですか、うん、高校生学生にしたら、うん、やし、まあまあちょっとこう、あ、そういう若い相手にはいいんかもしれないですね。うん、そうやね、うん、緊張してんのに、まあ、こういう仕事をしているからかものすごい見に来てくれてはるんですよこれしかも江坂って隣、はい、もう真隣なんですよ、あ、はいはい、見る場所、はいはい、そうです ね、しかも一人このゲームは結構派手じゃないですか、はい、確かに目立つ目立つでも恥ずかしい、ミスしたーとか思いながら、その分僕はね、インドアは、はい、閲覧、観覧、うん、まあ一応禁止だったんですよ、はい、コロナの影響でね、はい、観覧なしでやったので、はい、僕は誰にも見られずにこけてましたね承認イズ、はい、見られなくてよかったです、映像撮ったってよかったですよそうなんですよ、まあ、まあこれも僕はキープされて、はい、0-2と、はい、結構出だしとしてはやばいですね、やばい状況で、はい、でもこの子ね終始プレーはそんなに変わらなかったかな。ああ、なるほどね、めちゃくちゃ乗ってきて、うん、ガンガンこう決めてくるわけでもなかったんですね、うん、それはありがたいですね、ありがたかったですね、うん、これで今ミスしてもう 0-3 ですからね、はい、うん、ってなるともし僕が逆の立場だと、はい、やっぱちょっとこうギアを一つ上げるというか、そうですね、確かに、うん、気持ち的にもちょっと楽になってきますよね、そうですね、うん、それされたら結構きついですよね、そうなんですよ、うん、まあ、ある意味僕もここで取れば、うん、ちょっとまあ流れ、まあ、話は変わってくるかなと、そうですね、まあ正味こうな、慣れ出すか慣れ出さないかみたいな問題ですもんね、うん、最初の部分って、そやね、そこでプレーを変えてこなかったら慣れてきてそれに合わせれるじゃないですか、うん、それで点が取り出したらめちゃくちゃまあまあいいというか楽になってくると思う、うん、そやね、結構狙えるとこ狙った場所に狙えるようになってきましたね、はい、この辺から、はいはいはい、なんか最初の方ちょっとミスしたらどうしようとか、うん、ちょっと自分との戦いがあったんですよ。ああ、なるほどね。でもこの 0-3 ぐらいから相手としっかり戦えるようになったんですよ、はい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 、そこがこう気持ちの変化として、うん、結構いい流れになってこうやって1ゲーム取って、はいはい、うん、だから思ってた通り1ゲーム取ってかなり気持ちが楽になったという
なるほどね。あ、まだあるぞと、まあ、これをキープできたら、まあ、結構流れ的には向こうはまだリードしてますけど結構優位になりますもんね。そうですね、2ゲーム練習できたっていう、うん、そうやね、ワンブレイクだけになるんで、ね、うん、そうですね。確かに1回ブレイクできたらなんかブレイクできへんなっていう感じなくなりますもんね。うん、そうやね、ブレイクはできるなってなってくると思う、うん、でも不思議ですよね、本当こういうスポーツって、うん、自分とやっぱ戦ってる時って、あ、そうですね、本当何もできないというか、それはあるんですね、うん、あの気持ちどうしても出だし持っちゃうよね。 MJ も持っちゃう、 もちろんもちろん。やっぱりそのシングルは特に何ですかね、試合もあんま出てないんで、うん、より思いますね、うん、ダブルスとか結構試合を詰めて出た時に関してはそんなに ないんですけど、うん、やっぱりこう久々に試合とかなると結構緊張からの自分との戦いがありますね、うん、でもやっぱり後半は慣れてきて、まあ慣れだしたらそうですね、うん、自分のやりたいようにできますね、うん、なんかね感覚としては最初ってなんかボールに操られてるっていう感覚なんですよ、うん、はいはいはい、自分の体をボールに操られてるっていう感じなんですけど、良くなってくると自分がボールを操ってる感覚に変わってくるんで、はいはいはい、それを最初から持てるようにやっぱトレーニングしていかないといけないのかなって思います ね、 そうですね。これはシングルスダブルス関係なく、うんうん、やっぱり自分の思った場所にボールを打てるっていうのは気持ちが上がりやすいポイントなのかなと思いますね。そうですね、うん、やっぱりでもダブルスと違ってちょっとこう狙う範囲っていうのが広いわけじゃないですか、うん、シングルスって、うん、で多少こう難しいコースも狙う場面もあるわけじゃないですか、うん、チャンスボールとかもね、うん、ですしちょっとしたこうその慣れてない状態で無理をしてしまうとミスが重なって自滅してしまうっていうパターンが、うん、シングルだと多いと思うんで、うん、ダブルスと違うところだと思うんで、うん、ダブルスって割と硬いプレーをしていったら最初は硬いプレーをしていこうってまあまあいけると思うんですけど、うん、シングルで硬いプレーをしていこうってなると本当に相手が強かった場合結構ボコボコいかれてしまったりもするし、そこでリスクを負って狙いすぎると自滅をしてしまうっていうパターンもあるんで、うん、結構難しいと思うんですけど、うん、まあ、そこはでも練習とか、まあ、試合慣れとかあるんでしょうね、経験値ね、はい、僕は言うんでしょうね。まあ、やっぱそういう部分でやっぱボールの、まあ、質というか深さとかスピン量とか結構大事かなと思いますけど、ね、うん、ただ、まあ、まあ内側にボールをこうミスらないようにやっててもやっぱ攻められると思うんで、うん、ボールの質が大事、なんやかんや大事かなと思いますね。壊れるでしょうね、はい、まあ、これなんやかんやさっき24で、はい、さっき40オールってなんですか、40オール僕サーブやったんですよ、はい、でそこでまあもう決めてたんです、はいはい、前に出よ、サーブ&ボレーしかない、はい、もうそこにかけました。じゃあ相手がこうアウトしてくれるっていう、はい、もう絶対サーブ&ボレーじゃなくても前に出れたらいいなっていう感覚で、うん、前に出たらアウトしてくれたんで、まあなんとかつないで 3-4 と、これでも 4-4 になりましたね。このスライスで相手が結構、まあ、厚いグリップで持ち上げて、はい、ちょっとガシャってアウトしてくれるってありがたいですね。そうですね、うん、やっぱり先ほども言った通り、うん、ボールに操られてて相手見れなかったんで、うんうんうん、その頭にならなかったんだ。なるほどね、うん、余裕でできたらそう、あ、これミスるやんみたいな、うん、これミスってくれるなとかこれ効くなって言ったら出てきますもんね。そうやね、うん、でも比較的こう前に出やすい相手でよかったですね、うんうん、確かに、うん、そうですね。いや僕ね MJ と戦ってる時あんま前出れないんですよ、はい、ああ、だからなんでしょうね、割とこうボールの質的に時間があるじゃないですか、うんうんうん、ボールのスピン、何ですかね、弾道的にも、うん、時間があるとやっぱ結構瞬間に周りを見れたりとか狙えたりとかできると思うんで前に出やすいと思うんですけど、うん、やっぱりこうちょっとこうボールの弾道が低かったりテンポがちょっと速かったりすると出れないですよね、うん、じゃあね、うん、MJ の場合あんまりポジション下げてくれないから出にくいっていうのもやっぱあると思うし、本当後半はちょっとこうフォアハンドのアウトが増えてくれたおかげで、うん、僕は結構ミスで助かったっていうのが多かったですかね、この試合。そうですね、今やリードしてますからね。あと片手ばっかりちょっとあんまり調子良くなくて、まあでもスライス効いてるしいいですよね。まあそうですね、はい、うん、ありがたいやつ、はい、お相手さんだったかなってとこはまあまあスライス打てて良かった。
いや僕もう本当なんかあったら素材してこう逃げるっていうのがもう最終手段ですから真ん中打ってますからねアウトを願ってほらほら角度をつけない、でも嫌がってると思いますよ、ですよね、打ち込みないでしょうからね、でもミスやっぱいきなりフォアに打ってこないでやっぱでもそう角度をつけた時がちょっとうまいですよね、こう練習しっかりしてる高校生とかは、そうやね、体が崩れないというか、うん、でもスピンなんでやっぱ逃がされると言いますか、うわこれはラッキー、今のめちゃめちゃ覚えてます、めっちゃラッキー、はい僕マッチポイント絶対取りたいですね、これも前に行こうとは考えてました、はいはい、なんならリターン打って前行こうかなと思ってたんで、はい、プレッシャーかけてミスすることを祈ってます、はい、じゃあダブルホールドで僕はありがたく6、4で勝たせていただきました、はい、はい、じゃあこの後またね試合あるんでよろしくお願いします、はい、です。